はい、どうも、コジロゲームズです。今日もね、ロマサガ RS やっていきましょう。ですね、とうとうやってきますね。カウントダウンクエスト、あと2日。うん。今日ね、朝4時のログインで、あと2日っていうね、カウントダウンのね、お知らせとチケットいただきましたけど、この立ち絵、イラスト、最終皇帝、女、かもしれないってね、まあ予想されておりますし、まあ私自身も最終皇帝女であるだろうと。ね、ハーフアニバーサリーの時に、すかされて待たされたので、ここは最終皇帝女来るんじゃないのかなと、かなりね、期待はしております。はい。で、この最終皇帝女がもしね、このカウントダウンクエストの時にまあフェスガチャなんかでね、限定で来るんであれば、もう取り逃すわけにはいかないので、まあこのコジロゲームズ KG は必ず取りに行きます。宣言します。やばいな、宣言したら逃げられんな。まあまあまあいいでしょう。で、一応ね、この最終皇帝女が来るかもしれないということで、ちょっとね、事前準備をね、今日はしようと思います。はい。まあ、どんな事前準備かというと、まあ、おそらくね、最終皇帝女であれば、まあ、武器、体験で来るんじゃないのかなと思っております。なので、今の間にね、この体験をちょっとね、掘りに行こうと思います。で、ないのが光プラスね。うん。なので、今ね、周回しながら、この光プラスを、まあ、ちょっと掘ろうかなと。いう動画ですね、今回は。周回しながらね、育成しながら。うん。じゃあ行きましょう。はい。行く場所はですね、外伝 2-4 行きます。ここで、まあ体験がね、掘れるんで、外伝 2-4 ですね。はい。お約束のお決まりの場所。まあしかもここはね、敵の数も少ないし、周回しやすい。はい。パーティーメンバーはこちら。はい。白バラ、リズ、ギュス、アセルス、セルマ。まあ、いつものね、私のお気に入りかな。まあ、リズを入れるか、最近ではちょっとブラック、SS ブラックかな。うん、を入れるんだけど、まあ、今回はね、ちょっとリズ入れていきましょう。まだまだ知力もね、上げたいし、今回このパーティーで、この外伝 2-4、周回しながら、聖騎士の体験、光プラスを狙いに行きます。ね、周回はオートでいきます。陣形はドラグーンストライクですね。で、まあ、ヒーラー役を、大胆にも前に置きます。はい。右ウィングと左ウィングで。はい。ライトウィング、左、ライトウィング、レフトウィングで。うん。で、まあ、ザーンの、補正値が 50% ね、かかるところにギュスターズとアセルス入れてますね。で、後ろに、セルマ。うん。まあ一応、ザンの、補正値を上げるシス、あれね、陣形。うん。じゃあ、でもここは凸が効くんで、本当はね、セルマな？セルマに有効なホーリーウォールとか、なんだったっけ？デザートイーグル？違ったっけ？あ、なんか、もう一回あるじゃん。なんかあるね。外れたよ。うん。デザ、え？ハンター、ハンター、ハンターじゃないわ。うん。だから、凸が効くんで、セルマをね、活躍させてもいいんだけど、まあそうね、まあ、ギュスターブのね、ダブルクラッシュが結構気に入ってるんで、それをね、ちょっと、有効に見たいんでね、地獄詰め1679。強いね。リーズはね、ザーン耐性が低いんで、一応、耐熱セブックをかなんかで、補強してるんだけど、それでもザーン耐性がプラス5かな？うん、だから全然低い。で、セルマも残耐性が低いけど、防具がないのでマイナス。だから、セルマとリズが残食らうと痛い。聖騎士の体験はノーマル。ドノーマルね。はい、じゃあ次行こう。まあまあ、ホーリーウォールでもいいんだけどね。ホーリーウォールでもいいけど。じゃあ次、ホーリーウォール戻しましょうか。うん。まあザンがね、二人いるんで、ギュスとアセルス。まあ二人いるんで、この二人をまあ重視して、まあ、ドラグンストライクかな。ラッテリウス。17000。効くねー。さすが。まあ1ターンは、まあそうですね、最初は通常オートぐらいにして、ビビ貯めてね、セルマの崩れ銀貨を使ってもいいんだけど、まあ崩れ銀貨もランク99になったし、そうですね。まあ、1ラウンドで崩れ銀貨使って、まあ、ラウンド切り替わったらね、バフの効果もどうせ消えるんで、特に今は、
気にしないかな。13,000、百花繚乱、これがね、すごいんですよ。威力 A ですからね、SS じゃないし、これがやっぱすごいね。ギュスターブのダブルクラッシュもそうね。威力 A なのに、あの威力。あのダメージ量ね。これがすごいんだよ。あ、違うわ。ダブルクラッシュは A じゃないわ。すいません。ダブルクラッシュは A ではございませんでした。さあ、次は落ちるかな。さあ、どうだ。来るのか。光プラス。ノーマルだ。じゃあ次行きましょう。まあまあ、そうそう簡単にはね、落ちないのは分かってるんですが、確認確認、ダブルクラッシュ。あ、ダブルクラッシュ A だね、やっぱり。あ、そう。A でした。ブルークラッシュも A。あ、そうだったっけ？スマッシュ流し切り、ダブルクラッシュか。もともと持ってるのは。あ、そうなの。よくよく見たら、このギュースターブってあれだね。C のスマッシュと、C の流し切り、それから、A のダブルクラッシュ。そうか、もともと持ってる技で S と SS ないんだね。あ、そうなんだ。それでこれか。で、ブルクラッシュを A で継承させて、ブルクラ、ダブルクラッシュ、連携じゃないわ。ブルクラ、ダブルクラッシュ、ループ。うん。そうかそうか、よくよく考えたらそうだね。ベアクラッシュが S か SS か、確か。継承で。すごいね、そう考えたら。ギュスターブ。A しか持ってないのに最高の技が。それでこの威力出すんだから、やっぱ強いね。ギュスターブ E。白バラの HP がなんとなんと、888。いいことありそうだね。うん。じゃあ続いていきましょう。全力オート。腕力上がる。さあ、バフがかかる。闘志満々。もう闘志満々の話はもういい。終わった。まあ、あれは終わったんだ。地獄詰め。あの野郎。さあ、ホーリーウォールに直すって忘れてましたね。次は直しましょう。さあ、ここはメーベルワーゲン。だから、まあ、トツが効くんで、セルマと、あともう一人トツ、そうだな、ジャミル？最近取ったジャミル？まあ、それかクリモニとか入れてもいいんだけど、ね、まあ、気に入っているこのキャラ、この今いるメンバーね、これをやっぱしギリギリまで、能力値を上げたいっていう方が、思いが強いのでね、私の。いろんなキャラを育てないといけないのは分かってるんだけど、とりあえず今、現状値、最高値まで上げ切りたいっていうのがね、どうしてもあるんで、なかなかこのメンバーを変えがたい、かな。百花繚乱、百花ボール。百花ボール3107。あ、これ武器つけてないことないな。大丈夫だな。なんかいろいろ検証とかね、この間のあの、闘志満々のね、バフが消える動画とかで、あれをやるために、武器を外したりするんですよね。装備品外したり。それをね、直すのを忘れたままの時がたまーにある。さあ、落ちたっけ？おっと、ノーマル3回連続。ここ大丈夫かな？まあまあ、一番上のなんで、インボーガーだったっけ？てっぺんでやってもいいんだけど、こっちの方が早いからね。敵の数が少ないから、あからさまに。じゃ気分を変えて、ガイデア2の5ってみましょう。一応ちょっとね、武器セットしてるか見よう。武器はセットしてる。それから陣形ね。ここも、2の5も、あれだね、凸が効くんで、セルマに活躍してもらいましょう。白バラ下げる。白バラ下げて。リズカえて。これでいきましょう。はい、決定。はい、いきましょう。さあ、落ちるのか。聖騎士の体験、光プラス。なんとかね、この収録中には落ちていただきたい。そして最後は、恒例のガチャ行きましょう。毎日無料とね。優勝ガチャができないかな、今日は。どうしようかな。ラッカ流水。2万。鍵詰め。3はやめてくれ。水流のカード。
ウォールかっこいいね。うん。ウォールのあの演出っていうかね、あれかっこいい。ここは通常で溜めてて、最後3ラウンド目に、まあちょっとね、強技を当てるのがやりやすいんだけど、まあ、この全力オートボタンからはもう触れない。ね、このままでいこう。まあ、ここもね、まあ、たまにでも事故るかな？なんだったっけ？なんか、眠りか魅了か、なんか、あ、これか、眠りをしてくるんで、たまになんかそれで事故ってる時あったかな。まあでもまあ、大丈夫大丈夫。セルマちゃんが、セルマが寝てるか。よーし、じゃあギュスターブ、君の出番だ。ダブルクラッシュ見せてやる。ビビないか。ビビ、スマッシュか。スマッシュ。命。ミラージュステップ、知力下げる。吸血、やめてくれ。大成功で、自分。自分大事ね。もう睡眠とかやめろよ、もう。また座れる。セルマちゃんが寝てたらダメだって、ここ。起きなさい。これね、この睡眠ループが来ると、もう、ちょっと時間かかるかな。だから、やっぱさっきのガイデン2のようなのが、そうね、やりやすいかな。まあ、育成に関しては2の4も2の5も、おそらく上限値一緒だと思うんで、まあ、一緒なら、まあね、周回しやすい2の4の方がね、譲れ銀貨2万1000、攻撃力上がる。上がっても残だからそんなに跳ねない。そうね。まあでも強いね。セルマがね、トツが効く、トツ接待の、こういった場所では、光るね。ほんと光る。さあ、あと一撃ぐらいか。セルマ動け。ラッカ流水でいく。2万1000。いいね。ありがとう。さあ、光プラス。そろそろ来てほしい。まぐれで、来るのか。アイテム所持上限。もうこれ、めんどくさいんだよな。所持上限がいっぱいって言われるのが。ねえ、もう売却しても売却してももう、すぐいっぱいになるよ。武器と、この、なんだろう、強化素材ね、分けてほしいね。カバンね。ほんと。まあ、それか、なんかもうギルドのところいらないから、あそこ倉庫にしてほしい。倉庫。ねえ、あそこになんかもう預けておきたい。強化素材とか。ねえ、武器とかね。コレクションした武器とか。もうギルドやらないならやらないでいいから、あそこをね、もう倉庫にしてほしいよ、なんか。思いませんか皆さん。そうでしょ絶対。カバンね、分けてほしい。前にもなんか、確か公式生放送の時にもなんかそういう要望があったことをなんか言ってた気もするんだが、できると思うんだけどね、すぐ。やらさないんだろうか。したくないんだろうかね。結局これまあ所持、何上限になったからって言ってまあ放置しておくとプレゼントのねところに結局いっぱい溜まってで結局それを受け取るためにはまず自分の手持ちのカバンをまあね売却するなりして空きを作らないと受け取れないしねめんどくさいよねあれほんとめんどくさいさあ首長竜だったっけこいつなんだった調風はね、眩しいから嫌いなんですよ、私。目悪くする、調風は。なんでこんなに眩しくするんだろう。ダメだよ、これ。ね。さっきからよら。1万4000。いいねー。さあ、そろそろ来るのか。光プラスだ。来ない。来ないじゃないか。地獄詰めはやめてくれ。2万1000、ラッカ流水。ロザリオインテール、6200。全然3分の1だ。4分の1じゃん。ラッカ流水のね、だいぶカットされんね、やっぱり。白バラがおねんねしている。おっと、ギュスターブもおねんねしている。まあでも、まだヒーラーがいる、リズがいる。おっと、リズがやばいぞ、今度は。
じゃあ、白バラの出番だ。キャッカリオン。1万6000。特殊あって、やっぱりリズムいった。あとを追う。はい、成功。そうだ。気にするな、夜の。BK。ミラージュステップ。ブルークラッシュ。はい、成功。読んでるだけ。読んでるだけ。技を読み上げてるだけ。さあ、百花両乱。15,309。強い。テルマ強い。さあ、首長竜。弾力上がるギュスタブ。殴りで7000だもんね。すごい効いたらね。そっかそっか。でもまあ、リズも一応トツだね。弓だから。チョコボー。投げ払い。効かぬ。効いてるスタン。スタン。ミラージュステップ。知力下げろ。きついでね、多分。また行く。さあ、ウォール張る。女子恋大将来。あれ、落ちた。さあ、来るのか。光プラス、そろそろ来いよ。来ない。くっそーバカにしやがって。さあ、なんだこれは。ノーマル。おっと、HP が、HP じゃない、スタミナがなくなったので、今回の動画はここまでかな。まあ、この後ずっとやって、まあ、もし光プラス落ちたら編集して挟んでおきます。はい。あんまり長いことね、同じことやってても皆さん飽きると思うんで、うん、いくら私のトークが面白いかといって、面白くない。そうね。はい。じゃあ最後はガチャ行きましょう。そうね。スペシャルピックアップガチャはちょっと今できないから、毎日無料ガチャをとりあえず行きましょう。行くぜ。さあ来い。ロックブーケ、ダリア。我の元に降臨せよ。おっと、2匹走った。これはいいぞ。1、2の、3の、こら来い。どんだ、ほら、ひらめかない。あ、ひらめいた。青龍、黄龍、我より入れよ。我と共に歩行せよ。さあ来い、ロックブーケ。我の元に降臨せよ。きっ、嘘だろおい、これ、ね、なんだなんだ、てめえこら。ワオ、ギャオって。おい、てめえこら。おい。ちょっと待てよ、おい。なんだ今の。なんだ今の、誰だ誰だ、差し替えたの。おい、ちょっと待て、今。青龍と黄龍が走っただろう。おい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 。ドラゴン剣が来るんかと思ったら、ドラゴンみたいな、なんか人間ドラゴンみたいな、なんであれ、爬虫類ドラゴンみたいな、バカにしやがって。なんだ今のは。くっそー、もうなんか完全に来たよ、やったよ、みたいな感じで余裕ぶっこいてたよ。ムカつくなー。スペシャルピックアップ、優勝ガチャがない。優勝ガチャじゃない、優勝ジュエルがない。でも、どれだ、これか、シルバーは取っておきたい。そして、カウントダウンクエストで来るフェスガチャ、かな、うん、に備えたい。そうね、どうしようか。あと何日、あと2日か。あと2日で来る。そうか。200、300、400、100。ちょっと休憩行ってきまーす。はい、休憩帰ってきました。ということで、600個だけね、ちょっと拾ってきました。まあね、小刻みにね、買うともったいないから、まあまとめてね、ドーンと行った方がお得なんだけど、まあまあまあ、ちょっとね、様子見なんで、これぐらいで行ってきましょう。720円。はい、行きましょう。じゃあ、ね、さっきは思いっきり裏切られたんで、青龍と黄龍に、くー、この野郎。さあ、次は、白うさぎに、単発で来てほしい。まずは、ラベルなんかいらない。ラベル以外が欲しい。持ってないラベルはもういらない。最後、スペシャルピックアップガチャ。来た、ほら、来たよ、ほら、白うさぎ。1、2の、3、ちょぼだ。お、いいかもしれないぞ。ひらめきはない。キックもない。さあ、バーニーなら、奇跡を起こす。さあ、来い。我の元に降臨せよ。ラベル。誰だ、てめえ。なんだ、その目は。どこ見てんだ、てめえ、この野郎。エリンギ。なんだ、今日は。
なんなんだ今日は。バカにしやがって。おい、笑ってんじゃねえよ、ラベル。やべえじゃない、シルバー。くっそー、ざけやがって。欲しいんだよ、ラベルが。じゃあもういい、次シルバーね。シルバー行こう。くっそー、ちょっと待てよ。あれだ、おまじないだ、こうなったら。ちょっとお時間くださいよ。これだよ、これ。おまじない、お試し。これをやる。バンドライズ。違う、稲妻スラッシャーから行こう。稲妻スラッシャー。1回、2回、2回か。まあ、3回までしかね、出ないとかお知らせ書いてましたね。実際は4回出ますよ、と。バンドライズ。これがね、もうちょっとね、演出ドガガーンっていうのがね、欲しかったんだよ、私は。まあいい、行こう。お試しを見れば、来る確率上がる。さっき面相。さあ、今日は全部出たペット。1、2、3。帳簿伝説始まれ。お、いい、これはいい、これはいい。ひらめいてる。これはいいぞ。おし、来い、決めそう。おっと、これはかなり明るいぞ、皆さん。さあ、ペンが裂ける。これはいい。こんな演出初めて見た。ほら、来たよ。エローリオ、約束を果たしたよ。アビスの力を知ったよ。あんた、ディスティニーストーンは頼んだよ。カモンベイビーシルバーオッケーほらね、言ったでしょ。お試しで、まずね、技を見るんだよ。これなんだよ。これが、コージローゲームズの攻略法。これみんな真似してください。やっぱり来たね。これでなんとか、今度のカウントダウンクエストのフェスに、カウントダウンクエストのフェスに、重点を置ける。ね。オッケー。これは嬉しい。鬼面草だよ、鬼面草。2匹通って、鬼面草でダメで、まあ違うガチャだから関係ないか。ガチャが違うか。そうだね。まあでも、これでコンプリート。いきました。ありがとうございます。パチ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 、どんどんどん、パフパフということで、シルバーね、急いで育成しましょうね。体験か。体験キャラがこれで、また増えた。また体験が必要になってきた。ね。じゃあさっきみたいにね、またガイデア2の4を周回して体験集めておきましょう。はい。ということで、今回のガチャうまくいきました。ありがとうございます。よし、OK。ということで、今度はね、カウントダウンクエストのね、フェスガチャ、大いに期待して待ちましょう。ということで、今回は以上にします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ツイッターフォローもよろしくね。バイバイ。